にしに来ております。イエーイ。ねえゆいさん、今日とってもいい天気でさ、ねえゆいさん楽しみだね。おはよう。おはよう。ということで今日は2021年初めてのディズニーシーということで、里ゆいの大好きなディズニーフードパート、里ゆいの大好きなディズニーシーのフードベスト5。イエーイ。ということで今日は里ゆいがパークに来たら必ずと言っていいほど食べてしまうフードを5品紹介していきたいと思いますので、早速ディズニーシー食べまくりツアー行ってみましょう。さあ、ということでまずアメリカンウォーターフロントやってまいりました。いい匂いがしてるね。タワーオブテラーだろうよ。タワーオブテラーは俺嫌いなのよ。ということで、そんな僕の嫌いなタワーオブテラーをめがけてこちらでございます。まず一品目、ドックサイドダイナー。いただきます。100億満点。周りの、ね、デニッシュのパンがすごい甘くて美味しいんですけど、中のローストビーフの塩気とめちゃくちゃねマッチしてて美味しいんですよ。これお肉だけどそんなに、ね、脂っこくもないので、なんか阿蘇とかパーク入ってとりあえず食べるみたいなのにも結構ぴったりだと思います。じゃあラストいただきます。コロナマラソン次行ってみましょう。第4、楽しんでるかい。イエーイ。さあさあやってまいりました。4位のお店に到着でございます。もう2万マイルを経てここに来るといえばもうあれしかないでしょう。はいはい。あれ、え、嘘。やってない。え、どっか食べれないのかな。ノーチラスギャレーやってないんだけど。現在餃子ドックは、元販売所のリフレッシュメントステーションから近い場所にあるミステリアスアイランドのノーチラスギャレーという軽食レストランで販売されていますが、ノーチラスギャレーは2021年5月10日から営業休止中です。ということで4位は餃子ドックでした。続いて第3位行ってみましょう。マジかー、ショック。久々に食えると思ったのに。なんなら試食みたいなところ。そうだよね、今日の昼飯みたいなところあったのに。何食おう。お腹空いたね。ドーン。第2位やってまいりました。ということで里ゆいが選ぶ東京ディズニーシーおすすめフードランキング第2位。2位だ。はい、あ、違う、間違えた。3位です。2位はこの後発表しますのでお待ちくださいませ。何だと思いますか。この今見えているだけの映像をヒントに皆さんは分かりますでしょうか。こちらでございます。ジョ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 ーン、ガーリックシュリンプポップコーン、ポポ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 ーン。何ボックス。5ボックス。じゃあ俺1ボックス買うから4ボックス買って。やだ。食べましょうね。ちょっとつまみ食い。つまみ食い。うまー。ビール飲みてえな。これやばいよ。行っていいよ。うん、うん、うわ、しょっぱい。だって固まってたじゃん今の。どう考えても。なんかさ、俺さ、一個アイデアがあって、これ絶対いいと思うんだけど、ポップコーンのこの元をお土産で売ったら絶対売れると思うんだよね。これは違うんだよ。いや、家のポップコーンとか家で作るポップコーンにこの粉をかけるとこのパークの味になるみたいなやつ。ハトがポップコーンめがけてめっちゃ寄ってきてるんだけど。こら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 。ということで食べ終わったらじゃあ2位と1位食べに行きましょう。何だと思いますか。まだあれが出てないですからね。ゆいさんといえばのあれが出てないですからね。やってきましたよ、ロストリバーデルタ。
もう発表する前に言っちゃうもんね。楽しみが抑えきれない。ゆいの中では1位。僕の中ではこれは実は2位でございます。今日何本食べるの？え、1人1本食べたい。さすがだよ。4時までしかやってないんだよ。もしお待たせ。はい、チキンチキンミートボックス。いただきます。どうよ、半年以上ぶりのチキンは。言葉はいらね。例えて言うならインフルエンザ明けの風呂みたいな感じ。違うな、ディズニーシーのチキンって感じ。いや、おもろないで。レッドホットとこれだったらどっちを？いや、レッドホット。あ、もうちょっと辛くないかな。レッドホットには勝てないね。うん、ごちそうさまでした。で、なんかレイジングが15分、うん、だから一丁回っていきたいと思います。さて、ゆいさん、はい、ナンバーワンのところにやってまいりました。ここはナンバーワンはさっき言ったから、はい、そうだね、ゆいさんのナンバーワンはさっき食べたんですけれども、僕のナンバーワンはこれからということで、最後この通りはなんて言うんですか。ニューヨークデリ。違うよ、それ店の名前言っちゃったよ。ダメやん、それじゃあ。ということでやってまいりました、こちら、じゃじゃーん。入れてくるゆうに、あ、右から読んじゃいました。ニューヨークデリー、行こうぜ。曲流れてきた。2時までじゃん。2時までじゃん。今何時？今もう3時半ぐらい。チキンとかも今4時までだし、ワゴンって昔8時までだったんですけど、多分ディズニーの時短で、そう、今日7時までだからお店の時間も短くなってて、何も食えないじゃん。ジャンク街でも全部美味しいから、なんか好きなもん食べに行こう。うん、何を食べるかは決めてないんですけれども、皆さん、今の時期営業時間にはお気をつけください。めっちゃ食らったね。食らったな、餃子も食えなかったし。ケープコットクックオフにやってまいりました。で、そこでね、なんかミートソースエッグバーガーみたいなめっちゃ美味しそうなやつがあったので、それを食べたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうだね、これ。パンもふわふわで、袋かわいい。袋かわいいね。ダッフィーフレンズの4人が乗ってますね。ダッフィー、シェリー、メイ、ジェラトに、ちょっと待ってね、ステラルー。完璧やろ。食べよう、お腹すいた。やっとなんかちゃんとしたもの食べれるって感じする。いただきます。うん、うまっ。こんな感じでね、下からバンズ、パティ、卵、ミートソース、レタス、バンズっていう感じになってて、このミートソースのね、味が結構ガツンとくるのと、卵とレタスが入ってるから、ちょっとタコライスとかタコスとかそういう感じに味が近いなと思います。はい、ごちそうさまでした。ディズニーにふさわしくない挨拶だけどね。いっぱいいろんなもの食べました。美味しかったです。ルーベンホットサンドが食べれなかったのは残念ですけど、ケープコットでね、美味しいバーガーに出会えたのでよしとしましょう。ということで、以上、里ゆいの大好きなディズニーシー飯トップ5でした。ぜひ皆さんも来た時に参考にして食べてみてください。何かいいことありますか？チキンが美味しいです。はい、よかったです。バイバーイ。